有楽町朝日ホールは東京都千代田区有楽町の有楽町センタービルにある多目的ホール。1984年に旧朝日新聞社東京本社の跡地に有楽町マリオンが完成したと同時にオープン。主に映画の試写会やシンポジウム、朝日名人会などが行われている。客席数はイベントによって異なるが最大776席収容できる。 ホールの他に会議室やギャラリーもある。将棋の朝日杯将棋オープン戦では、会議室で準決勝、決勝の公開対局が、ホールで大盤解説会が行われるのが恒例となっていた。しかし2018年2月17日に行われた第11回は、準決勝で、ハブヨシハル対、藤井聡太の対局となったことで、大入りが予想されたために、会場構成が変更され、 ゴールで、ハブ対、藤野準決勝及び決勝を、ギャラリーで準決勝のもう一局の広瀬昭人対、久保利明戦の公開対局をそれぞれ行い、大盤解説会は会議室での実施となった。2019年2月16日に行われた第12回でも、藤野進出決定によりほぼ同様の構成となった。子の部屋は1991年3月18日から22日までの、 15周年、記念週間は、同ホールで収録が行われ、ゲストは、久米宏、宮古町長、杉良太郎、うたろさんま、山田伊鈴。ありがとうございます。